ベルギーリーグで今シーズンすごい数字を叩き出した日本人センターバックがいるのをご存知でしょうか。ベルギーリーグでのフィールドプレイヤーで唯一の全試合フル出場、4つの守備分野でリーグ1位の数字を叩き出すデュエル王となっています。吉田麻也の後継者探しを続ける森保監督はこの選手を呼ばなくていいのでしょうか。そこで今回はベルギーのエアバトラー渡辺剛について紹介していきます。FC 東京からベルギーリーグポルトレイクに渡って2シーズン目を迎えた渡辺はチームに欠かせない存在として今シーズン全34試合にフル出場し1ゴールを挙げています。一時ポルトレイクは降格圏に沈むこともありましたが、最終的には14位まで順位を上げてシーズンを終えています。ベルギー国内のフィールドプレイヤーで唯一の全試合フル出場を果たしたことで注目を集めている渡辺。インターセプト数313、タックル成功率 82%、守備時空中戦勝利数202、チャレンジ勝利数350と4つの守備分野でリーグトップの数字を叩き出しています。ポルトレイクは18チーム中14位でレギュラーシーズンを終えており、残留をかけての戦いが続いていたことで守備の機会が増えたことは否めないですが、残留という結果をもたらしたのは頼もしいですね。トランスファーマーケット .com によると現在の渡辺の市場価値は100万ユーロで約 1.5 億円となっています。2020年 FC 東京時代は65万ユーロで約8000万円だったので倍近く価値を高めています。ポルトレイク移籍後は慣れない右サイドバックやボランチで起用され、なかなか本職のセンターバックとして活躍できませんでしたが、オフシーズンに当時の監督から本当に良くなった、こっちに慣れてきたな、パフォーマンスもコンディションも良い、このまま続けてくれと信頼を寄せられた結果、今シーズンの活躍を見せました。所属するポルトレイクの公式 SNS は4月18日アントワープ戦の渡辺の好プレーをまとめた動画を公開すると、ファンからはポルトレイクの最高の選手、渡辺が守備を支配している、俺が好きなタイプの選手だ、頼もしすぎると称賛の声が寄せられています。ポルトレイクのファンだけではなく他チームサポーターも今年ベルギーリーグで最強のディフェンダーだと思う、驚異的なヘディングの強さ、鋭いタックルを持っていて不屈の精神を持つ、ボール奪取力がありインスイングの高パスを出せてまだ伸びしろがある、渡辺は本当に超堅実なセンターバックだ、センターバックはかなり空いているから常に歓迎するよといった声が並び、今期の渡辺の活躍がわかりますね。渡辺本人はベルギー紙ヘッドダーツテニュースのインタビューにて J リーグとベルギー一部リーグの違いを聞かれると、 J リーグで対戦したストライカーはベルギーリーグよりも賢くてテクニックに優れた選手が多いですね、対してベルギーリーグではフィジカル勝負になることが多いですと分析。頭脳戦で勝ってフィジカル勝負で負けていないところが今シーズンの躍進の要因となったのでしょう。大躍進を見せている渡辺は大学卒業後にプロ入りをしている大卒選手になります。 FC 東京の下部組織出身であり、高校卒業後は中央大学に進学し1年生からレギュラーに定着。2019年に FC 東京とプロ契約を果たすと、1年目から空中戦の強さを武器に多くの試合に出場しました。2019年12月には EAFF E1 サッカー選手権2019に出場する日本代表に初選出されています。2020年にはサッカーライター川地義行氏が選ぶ東京五輪 J リーグベスト11にも選出されていました。川地氏は渡辺剛はディフェンダーとしての個人の成長もさることながら、キャプテンの東慶吾を長期の怪我で欠く中、ゲームキャプテンとして後ろからチームをまとめたとリーダーシップを高く評価しています。さらに統率力と個人の守備がさらにレベルアップしていけば J リーグを代表するセンターバックに成長することは間違いないと、この時から渡辺を高く評価しています。東京五輪にはオーバーエイジ枠で吉田麻也、海外組の冨安健洋、板倉滉などが選出されたため東京五輪での選出は叶いませんでした。しかし FC 東京にて J リーグで3シーズン75試合に出場、2020年 J リーグ YBC ルヴァンカップ優勝、ACL 出場など日本で存分に経験値を積みました。2021年12月に完全移籍でベルギーリーグのポルトレイクに移籍。今年ベルギー紙のインタビューで自身の将来について聞かれた渡辺は、ポルトレイクとは2025年まで契約を残していますけど、来年のどこかのタイミングでブンデスリーガ移籍できたらいいかなと思っていますと野心を覗かせています。現在26歳でセンターバックとしてはこれから最も良い時期となるので、ここから勝負といった感じでしょう。ブンデスリーガ移籍を希望する渡辺にはベルギーリーグの国内ステップアップ移籍の噂が出ています。地元メディアによるとベルギー屈指の名門であるクルブブルッヘが渡辺に興味を寄せているとのこと。
国内リーグ優勝回数2位のクルブブルッヒはチャンピオンズリーグの常連クラブであるものの、今季はレギュラーシーズン4位に終わっていますが、日本人は身体能力と必要な技術的な資質を備えているとして渡辺を獲得候補としてピックアップしているとのこと。またベルギーメディアによると、ケントは渡辺の獲得に向けて250万ユーロのオファーを提示した模様。しかし渡辺の移籍金を400万ユーロと評価するコルトレークがこのオファーを十分ではないと判断したと伝えられています。5位でレギュラーシーズンを終えたヘントは、監督が日本人センターバックを理想的なセンターバックと評価し、さらに複数のディフェンダーが退団することから補強を目指すとのこと。ちなみに希望するブンデスリーガからの移籍の報道は今のところありません。また日本代表について渡辺は、日本代表のメンバーに入りたいですね。森保監督から話は聞いたことがありませんが、もしかしたら来るかもしれません。ワールドカップの舞台でプレーするのが幼い頃からの夢ですと、本人は代表招集に向けて闘志を燃やしているようです。2019年に森保監督は渡辺を A 代表に選出しているので、ラージグループには入っていると思いますが、現在はセンターバックからビルドアップしていく強化方針。左センターバックに左利きを求めていることもあり、右利きでビルドアップが得意とは言えない渡辺にとっては厳しい状況といえます。3月の親善試合には同じ東京五輪世代の瀬古歩夢、町田浩樹が選出されましたが、リーグ戦での活躍ぶりでは2人よりも渡辺が上といったコメントも多くあります。というわけで、渡辺の日本代表招集に関しては板倉、冨安、伊藤洋輝が4大リーグでプレーしており、同世代に欧州でプレーするセンターバックがゴロゴロいるので現状は厳しいと言えますね。しかし本人が希望するブンデスリーガや4大リーグで結果を出すと、森保監督も放っておけないでしょう。渡辺はスピードに恵まれているわけではないですが、抜群の空中戦の強さと危機察知能力があり、ペナルティエリア内での守備の強さは前代表キャプテン吉田のプレースタイルを彷彿とさせます。コルトレークでディフェンスリーダーを務めるメンタルの強さも代表向きで、吉田の後継者としていずれ代表メンバーに入ってきてほしいですね。2019年10月に森保監督率いるアンダー22日本代表に初選出された際には、 FC 東京でレギュラーで試合に出続けている、東京五輪に向けてのアンダー22の活動に実力的にもふさわしい選手ということで招集させてもらったとコメントしています。その後2ヶ月後の12月には国内組で編成する A 代表にも選出されていることから、森保監督の渡辺への評価は悪くないと推測できます。海外組を含めた A 代表のハードルは高いですが、もう一度森保監督に実力的にふさわしいと思わせることができるかが鍵ですね。いかがだったでしょうか。かつてはセンターバックは小柄な日本人選手にとって厳しいと言われたポジションですが、欧州で活躍する選手が増加中、ベルギーリーグで1年活躍したぐらいで代表に呼ばれなくなっている現状は嬉しい限りですが、やはり明確な数字を残している渡辺の代表での活躍は見てみたいですね。皆さんは渡辺が代表に入ってくると思いますか？ぜひコメント欄で教えてください。それではまた。